皆さんこんにちは、レーシングドライバーの井口拓人です。今回はですね、この新型 BRZ を、いろいろ徹底的に見ていきたいと思います。はい、今回の新型 BRZ は外見の違いはもちろんなんですけども、一番の違いはエンジンじゃないでしょうか。僕自身も現行の BRZ に乗ってますが、もう少しエンジンパーク欲しいなってずっと思ってたんですけど、今回の新型2リッターから 2.4 リッターエンジンに変わっております。なのでちょっとエンジンルームを見ていきたいと思います。トランクが出ちゃった。はい、意外と現行の2リッターエンジンと見た目変わんなくないですか？なんか見た感じ大きくなった感もないですし、多分まあいろいろ走行させてもらってもそうなんですけど、重量的にも多分そこまで重くなってない印象があるので、エンジンの排気量は上がったんですけど、まあ、今までと同じようなドライビングで走れるような仕様に仕上げてあると思います。で、まあ、僕も乗った感じ、やっぱりこうその 400cc の違いっていうのが結構大きくて、こうアクセル踏んだ瞬間のトルクの上がり方、今までちょっとこうアクセル踏んでかったるかった部分がすごくものすごい吹きが良くなってるんで、その部分の気持ちよさっていうのは、かなりこの新型 BRZ がかなり向上してると思うので、まあ、その部分は非常に走って楽しめると思います。でも見た目は言われなければ分かりません。そんな感じです。さあ、2.4 リッターエンジン、
回転からしっかりとトルクがあってコントロールもしやすいですし、もちろんスポーツカーなんですけど、その
の NA で踏み込んだ時のこのトルク感っていうのがやっぱりなかなか出ないんで、その部分は、まあ、買ってこの状態で気持ちよさが出せるっていうのはなかなかあのいいですよね。興味のある方はチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。